回は7つの滞在カードセレクションがなんとコンビニで半額で売られていたので、これはもう買うしかないでしょうということで、その場にあった15パックを全て買ってきました。前回までに出たカードはこの6種類です。で、このミリオダスとこのディアンヌが1枚ずつ被ってしまったんですが、結構いいカードが出ているんじゃないかなと思います。で、このイラストカードっていうのが1枚も持ってないので、今回は出てくれると嬉しいです。では早速一つずつ開けていきます。まず1つ目、1枚目は早速持っていないカード、これはギルサンダー。2つ目、2枚目はレアですがかぶりです。3つ目、3枚目のカードはこれはバン、2枚目続けて出ましたが、これを持っていません。4つ目、4枚目はこれはかぶっちゃいました。5つ目、5枚目はこれもかぶりです。6つ目、6枚目はこれは持ってないエリザベス出ました。7つ目、7枚目はまたかぶってしまった。8つ目、8枚目、これは3枚目かな。9個目、9枚目のカードはこれはイラストカード、やっと出ましたね。裏はこんなディアンヌが書いてあります。10個目、10枚目はこれ持ってない、これはギーラ。11個目、11枚目は出たイラストカード、21番、裏はかわいいです。12個目、12枚目はこれもかぶり。13個目、13枚目はかぶり。14個目、14枚目は17番、これはすごいかわいいカードです。裏これもかわいい。最後15個目、最後のカードはイラストカード、キングが出ました。裏はこれもキングです。今回15パック開封した結果こんな感じでした。結構15パックも買ったので出てない絵柄が結構出るんじゃないかなと期待してたんですが、結構かぶっちゃいましたね。こんなこの中で新しい絵柄も出たんですが2枚かぶっちゃったり、ちょっと結構かぶりが多かった気がします。で、今回初のイラストカード4つ出てくれました。結構思ってたよりいい感じでした。でこの中だったらこれが一番可愛いかなって思います。見かけることもないと思うのですが、このかぶり率ならもう見かけても買うことはないと思います。それでは今回は7つの滞在のカードセレクションの開封結果でした。